こんばんは。11月22日午後7時になりました。ですね、今日はねトラブル続きですね。今日は番組が遅れるんじゃないかと思ってね、安心したらね予定通り始まっちゃいましたね。いやー、これ私だったらびっくりしますね。というようなことで、今日の松代なんですけども、朝晴れてましてね、途中で雨降ってまいりましてね、でまたさっき快晴ですね。なんか変な天気でしたね今日の松代は。で途中で雨降ったんですけども、皆さんね、おいでになって皆さんなんかね、これは雪になるんじゃないかなって言ってまして、そうか困ったななんて思ったら晴れましてね、そんなような松代でした。というようなことでですね、今日は、細川さんおいでいただきました。細川さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。何細川さん、昨夜なんか楽しいことあったって？楽しいことありましたね、本当に。そうですか。いやなんか鼻の下が伸びてますよ。そうですか。そうです。いやもういいことあったんですよ。もしね時間ありましたらね、そんなお話もね、お伺いできればいいかと思うんですけど、ところでね、細川さんは、その商工会議所にお勤めなんですけども、商工会議所ってね名前は知ってるんですけど、どんな仕事なんですか？そうですね、皆さんもご存知の方はご存知だと思うんですけど、私も商工会議所へ入る前はですね、あんまり知らなくて、そろばんとか簿記の検定試験ぐらいやったのかなというぐらいしかちょっと知識がなかったですね。で具体的にはどんな、はい、それじゃあまずフリップをご覧いただきたいわけですが、商工会議所はですね全国に514あるんですね。やってることはそれぞれ同じでございまして、その頂点に日本商工会議所があるということで、地域の総合経済団体ということで、いろいろな公共性、それから地域性とかですね、総合性とか国際性とか、難しいことやってるんだ。いろいろ、特徴を持ってるんです。はい、はい。まあ、具体的にはですね、町を良くするためということで、いろんな行政にですね意見の具申をしたりですね、そうですね、町づくりをお手伝いしていると、こんな感じですね。それからもう一つはですね、経営相談という相談事業やってまして、地域のね商業者、工業者の経営相談、ローン問題であるとか、税務の税金の問題であるとかですね、経理の帳簿の付け方とか、そんなようなことをやってますね。やっぱ難しいくっつるね。はい、はい、そういう中で、まあ、さっき申し上げました検定試験ですね、パソコンの検定試験であるとか。パソコンの検定やってんの？やってます、やってます。今、はい、そうか、今そろばんってあんまりやらないですよね。それからセミナーとかね、講演会とか、こんなような形もやってますね。はい、で、まあ、商工会議所の、メリットは何かなんてよくね聞かれるんですね。まあ、会費は納めるけど何やるかと、そういうことに対してはですね、やっぱり今情報をですねそれぞれ会員の皆さんに流したり、それから講演講習会の参加をしてもらったりですね、福利厚生なんかね、そんな形でまあ、やってます。で先ほど言ったようにやっぱり一番大きなのはね、やっぱり地域のお祭りを担ってきたんでね、みんな住民からみんな参加できるようなね、お祭りを通じて地域を良くしていくと、こんなような形で、お祭りっていうとなんか恵比寿港とか、真田十万あれですやってるんですか？一応企画しながらね、皆さん協力しながらまだねやってるんですね。はい、なんかそれで面白いことないですか、そういうところやってて。そうですね、なかなか、まあ、いろんな場面場面があるんで、結構面白いことが、同じことをやってるわけじゃないから、そうですね、面白いことがたくさんありますね。長野マラソンもそうですね。長野マラソンもですね、支援実行委員会っていうのがありましてね、応援する方に太鼓をはたいたりですね、旗を振ってやったりね、いろいろやってるんですね。大変ですね、ご苦労様です。はい、
ところでね、はい、あの以前は松代商工会議所だったんですよね。で、今は長野商工会議所ですね、はいはい、どうしてこの名前変わったんですか。そうですね、あの経済団体っていうのはですね、はい、一つの、まあ、あの行政ですね、例えばここは長野市なんですね、はい、そういうところには基本的に一つの団体というふうに、ね、はい、なってるんです。たまたまここは昭和40年代に、ね、うん、あの合併したんで、それまではそれぞれ松代篠江という、ね、地域を形成したんで、うん、それじゃあまずいということで平成18年の10月にですね、一つになってますね、はい、なんかいいことあったんですか。特にあんまり言いづらいか。そんなことはね、よくなかったようなんでね、うん、ちょっと言っちゃうまずいもんね。はい、わ、ね、かりました。 そこら辺はツッコミ入れないということでね、はい、わ、はいはい、かりました。ところで細川さん、はい、なんかあの松代高校の副会長、同窓会の副会長されてる、はいはいはい、今現在やってます、はい、で、はい、その副会長さん、はい、さんされてる時に、はい、なんか松代高校創立100周年で、はい、それで、はい、高校、高校野球、甲子園行った、はいはい、そうですね、団長で行った、団長じゃないんですかね。私もたまたま野球部の OB でありまして、うん、OB 会の事務局長も務めてるもんですから、うんうんうん、取りまとめって言いますかね、そういう形で、まあ、あのやっておりましたね、はい、2回戦まで行ったんですか、ね、2回戦まで行ったんですよ ね、どうでした、あの、2回戦はですね、うん、ちょうど88回ということで、うん、8月の8日にやったということで、ね、なんか数字がうまく語呂合わせになってますよね。すごい、いい、ね、数字ですよね、88、それで、バスこちらから65台ぐらい行ったんじゃないですかね、うん、65台って言うと何人ぐらい、何千人でしょ、3000人ぐらい、わあ、3000人ってあれ、アルプススタンドって何人が入るの。だからあそこも3000人で満杯なんで、もうアルプススタンド満杯、満杯ですね、満杯ですね、すごかった、そうですね、で1回戦、2回戦もそう、そうですね、すごい、バスだけ電車で行ったとか、汽車とかはないんですか。そういう人もおりましたよね、じゃあ JR 使ったりね、バス65台プラス電車、はい、ね、そうですね、わー、すごいな、感激したでしょ、皆さんは。そうですね、で、どうですか、一番記憶に残ってるのどうですか、その甲子園で。特にそうですね、ずっと最初から最後まで感激か。まあそれもあるけど、まあ1回戦を勝ったということだね。そうですね、うん、甲子園出るだけが ね、 そうですね、夢だけど、それその一つがまた1回戦を勝ってしまう、県内で優秀だもん ね、 ね、優勝だからね、うん、そうですか、はい、で、また野球の話なんですけど、はい、細川さん、あの楽天イーグルスの、はいはい、肘沢選手の後援会長って、まあ、後援会長は他にも立派な方じゃないですか。私はその下で働いてる事務局でやってます。あ、事務局長、はい、あ、そうか、事務局長が一番大変なんですよね、で、その肘沢選手の魅力って何ですか、はい、そうですね、うん、彼は、まあ、足があるんですよね。足が、私だって足あります、ただ皆さんみんな足を持ってるけど、うんうん、その足速さですね、速さが全然違いますね。私だって速く走りますよ、比べ物にならないですね。比べ物にならない、はい、足あるけどちゃんと使わなきゃいけない、はい、速くなきゃダメだと、そうですね、そこ魅力、そうですね、それと投げる力ですね、あ、投げる力、私だって投げられるけど、ダメだね、ダメですね、ダメだね、わ、かりました。で、肘沢選手の高校時代はどうと、はい、彼はですね、うん、まあ、あの高校時代はあのチームも弱かったからあまり目立ってなかったけど、あ、まあ、あの、うん、なんていうのか、スラッとしましてね、ショートを守ったですね、うん、あ、そうなんですか、うん、今はあれ、今はあの、ね、ダイヤセンターですね、センターですかね、で、はい、事務局長だから、はい、試合の時いつも行くの、毎回応援に行ってます、毎回、はい、商工会議所の仕事 してないんじゃないの、それもまた地域の あれですから、野球好きだからそのいいな、その好きなのでね、仕事かなんか行って喜んで講師今度じゃねえの、はい、講師今度じゃねえ、そんなことないですよ、そんなことないいいや、決まってますよ、あ、そうですか、はい、わかりました。で、ところでね、はい、その細川さんは、はい、野球、やっぱり野球、高校時代の野球、はい、野球部ですね、はい、頭の中野球球じゃん、野球球だね、あ、他にない、他になんかね、ないか、ないね、
まあ冗談ですよ。はい、わかりました。わかりました。ですね、ところで審判員されてる、ね、はいはい、いろいろな審判員されてるんですか。そうですね、まあ野球はですね、子供から、うん、まあ中学、高校、大学、うん、社会人といろいろありますね。今特にこの地域ではね、子供の野球も盛んで、ね、それは育連っていうんですか。そうですね、世界に。あと、はい、松代野球協会の審判って、はいはいはい、松代ももともと野球が盛んであるんですから、うん、そういう、うんうん、やってきましたね。あ、うん、そうですか、はい、あとは高校野球。高校野球ですね、はい、うん、まあ一番かかってるのが私は高校野球の審判なんですね。あ、それが一番かかってる、あ、そうなんですか。じゃあ、高校野球の時期になると仕事を、そうですね、さっきの話、仕事を放棄。学校は夏休みでいいんですね。夏休みないじゃないですか。夏休みない。それどうするんですか。日曜日とかに行くんですか。日曜、土曜、日曜ぐらいですかね。ですよね。私もなると有給使っていくとかね。あ、はい、そうか。松代の担当理事がいなくなっちゃったらね、困るもんね。まあいない方がいいかもしれないけど。やっぱ、あ、そうっすか。上司いない方がいいかもしれない。どこでもそうですな、はい。じゃあ、お互いにいいんだ。はい、そうかもしれないね。好きなことできるし、商工会議所の人たちも、はい、上司いなくて気楽にやってんだ。そうかもしれないね。考えてますね。いや、いろいろ大変ですね。ということで、はい、細川さん、はい、さっきの、はい、昨日、はい、何、学年全体の同級会ね、合同の同級会ね。あららららら、あらら、なんとかで、それで昔さ、はい、そのラブレター送った人かなんか来て、ドキドキさせたんじゃないですか。ところがね、思ってたんだけどラブレターは送れなかった、うん、あ、思ってたけど、うん、思ったけど送れなかった。来ちゃった、はい、あ、来ない、来ない、あ、来ない。そうですか、そうですか、何年ぶりに会ったんですか。43年ぶりですかね。もう高校卒業して以来ですからね、これからもあるんですか、はい、そういうことがつなげてっていうか継続してくる。そうですね、皆さん夏がしがってますからね、毎年やってもらいたいっていうね、声もありますしね。大変でしょ、うん、まあ皆さんのね、笑顔を見るとなんとなく協力してやってやらなくちゃいけないかなというふうに思いますけど ね、うん、でうん、あれ学年絶対というとなんか5クラスぐらい、5クラスですね。じゃあ200何十人、うん、そうですね、250人ぐらい。あ、全体で、ね、でも、いや、我々もそうなんだけども、はい、お亡くなりになったって方っていらっしゃる、うん、いるんですね、意外とね。何ぐらいいらっしゃる。調べたらやっぱり20名弱ぐらいいましたね。そんなにいらっしゃるんですね、うん、あ、じゃあなんかその会の初めなんかその方たちに黙祷。そうですね、黙祷してね、はい、そうですか、ね、今日は2日じゃないですか。なんとなく朝のうちは、まあ昨日も二次会、三次会ですか。昨日じゃなくて今日になったんじゃないですか。あ、今朝でしょ。今朝の境目だったかね。そうでしょうな。そうですか、というような、まあ楽しいよね、はい、昨日は楽しかったんですけども、はい、細川さん、最後にですね、はい、その大変なね、はい、商工会議所で、はい、大変なお仕事されてるんですけども、はい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 、そのね、そのようなお立場からですね、松代の方にね、うん、何か一言ありますか。そうですね、一言でも二言でもいいんだけどね、まあ、私から言うのもなんだけど。あ、言ってください。松代っていうのは本当に、はい、財産が豊富ですよね。私も、まあ、10年ぐらい、ね、高校卒業して外に出てたんですけど、うん、やっぱり外から見ると非常にね、うん、地域のことっていうのはよくわかるんですね、だから中にいる人はなかなかわからない、うん、特に最近はね、いろんな文化財とかね、いろいろできてきましたのでね、うん、そういうのをやっぱりね、皆さん、なんちゃ大切に、ね、うんうん、守っていくということをね、やっていただければありがたいなと思いますね。そうですか、はい、ね、いやいや本当に細川さんね、まあ、いろいろお仕事お忙しい中で、また昨日もね、楽しくやって、今日はねちょっと体調ところ、おいでいただきまして、はい、本当にありがとうございました。どうも、どうもどうも、失礼しました。また今度は松代テレビですね、はい、いろいろまたご指導いただきながら、はい、また同じ町におりますので、はい、ぜひこれからも末永く、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい。
大塚さん、今日はありがとうございました。どうもどうも、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。来週のしゃべくり松代また出てきてしまいました、しつこく出ました、すいません。来週のしゃべくり松代は福井さん、パーソナリティ、そうです、はい、よろしくお願いします。久しぶりでね、2回目ですね、1年ぶりぐらいですかね。あ、そっか、通りで久しぶりな気がしますよ。はい、そうですね、はい。で、はい、ゲストは、ゲストはこのアマチュア落語家の、あ、もしかしたら、はい、この、あ、はい、先生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 、そうですか。このチケットの半券は、僕が真っ白オラホ寄席に、うん、見に行かせていただきました。あ、行ってきた。半券、はい、笑ったでしょ。もう楽しかったですね。楽しかったですよね。ただ、この半券にこう、うん、ナンバーが書いてありまして、はい、これが、うん、抽選があるんですよ。なんかで、抽選で何かもらった。いや、もらえませんでした。ダメだった。はい、ダメでした。はい。でも、話は面白かったでしょ。そうですね。予告放送でこんな仲良っちゃいけないけど、まあ、もう少し面白いね。いやいやいや、いや私もね。また来週ということです。あ、そうか。私もね、私もね、お話ね、昔聞いたことあるんですよ、落語。あ、そうです。面白かったですよ。何年、5年か6年ぐらい前かな。松代に先生いらしたんですよ。松代小学校に。うん、うん、はい、はい。その時にね、私も聞かせていただいたんですね。面白かった、もうこれ言いたくなりましたよ、面白くて、ですね、で、そのお話を落語やるんじゃないですか。落語ではないですね。あ、落語じゃないですか。落語を通しての通して松代の、そうですか、はい、はい、活性化ということで。で、福井さん、そんなに話聞いててさ、あはは、おうほうって笑ってて、パーソナリティできねえんじゃん。それでもいいですか。いいですかね。いいっすね。じゃあ、行きましょう。はい、で、はい、母を追って笑いながら、はい、お楽しみ、はい。はい。じゃあ、来週のしゃべくりましろ、どうぞお楽しみに。お楽しみに。Thank you.
もう